よう、ご無労だ。今回はゴブキチ君がランクアップして驚いたよな。具体的に言うと、身長は約2メートル80センチで、俺よりも30センチほどでかい。アビリティとか抜きにした肉体のスペックだけで言えば、筋力や耐久力などなど、あらゆる面で俺を超えてるのは確実だ。それに、ゴブエちゃんの大幅なパワーアップにも驚いた。あの子の使ってるピッケルも、ベルベットの遺産の一つで、破壊が困難な材質で作られているが、それにしたって大した暴れっぷりだったぜ。こんな感じで仲間たちも着実にレベルが上がってるってのは、今回のスケルトン戦でも分かってくれたよな。そうそう、新しく仲間になったコボルドたち、いかにも犬っぽい見た目だが、その性格も犬っぽいらしく、群れで行動し、リーダーの命令は絶対。俺のいた世界での侍とか武士のような面もあって、ひとたび君主と見定めた相手を裏切ることはまずないそうだ。が、保険も兼ねて霊族の首輪を送って得た霊族化のアビリティは仕込んでおこう。これは内緒だぜ。